毎日快適でぐっすり驚くほど眠れてしまう方法、足のかかとにある膝面穴というツボがあります。2つ目はお腹丹田というツボがあります。高ぶった気持ち、神経を落ち着かせたい時、眠気を誘いたい時、実際こうやってやっただけでも眠たくなってくるんですよ。出てこいや。はい、こんにちは。重症専門整体みつ先生チャンネルのお時間がやってまいりました。今回は暑さや寒さ、悩み事やイライラ、体の痛みや痒みでなかなか寝つけない、夜中に起きてしまう、そんなあなたに向けて、毎日快適でぐっすり驚くほど眠れてしまう方法を紹介します。はい、ではここから不眠はなぜ起きるのかというメカニズムを説明していこうと思うんですけれども、ここについている時間は長いのに睡眠が取れず、昼間の眠気や脱力感、そういった状態を不眠というんですけども、まずその要因として1つ目、暑さや寒さ、部屋の明るさなどの環境的要因がまず1つで、もう1つは悩み事やイライラなどの精神的要因が2つ目、3つ目、体の痛みやかゆみなどの身体的要因が3つ目、4つ目はコーヒーなどのカフェイン、アルコールなどの要因によって不眠は起きてきます。そして夏の時期のエアコン、寒い時期の冷えなどの体温低下によっても不眠につながってきます。やがて不眠を放っておくと自律神経機能が乱れ、うつ病発症のリスクにつながり、高血圧、糖尿病、メタボリックシンドロームなどの肥満、女性では肌荒れなどにもつながってしまいます。不眠があると日中の眠気による集中力の低下、交通事故などの危険、そういったものを襲ってしまうので、早めに改善することをお勧めします。それではここから早速不眠を改善させる、驚くほど改善させる、不眠を解消させる方法を紹介していきます。まず2つあります。足のツボ、そしてお腹のツボ、この2つを使って不眠を解消させていきます。まず1つ目、足のかかとにある膝面穴というツボがあります。ここは足のちょうどかかとの真ん中にちょっとへこんでるところがあるんですけども、ここに関しては高ぶった神経を落ち着かせて眠気を誘う、目が冴えてなかなか寝つけないっていう方におすすめです。早速ねちょっとやっていくんですけども、さっき言ったね足のかかとの中央のへこんだところ、ここをまず反対側の手で拳で叩きます。こういう状態を作って、このちょうど膝面穴というここのねへこん、かかとの真ん中のちょっとへこんでるところの箇所を反対の手で拳で叩いていきます。これを20回一緒に合わせてやっていきましょう。いきますよ。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、次反対いきます。また反対の足をまたもう片方の足の上に乗っけて、反対側の手で握り拳を作って、このかかとに20回叩いていきます。はい、いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。 OK、 これでまず1つ目、足の裏のかかとの膝面穴というツボ、そこをやりました。次2つ目はお腹のおへその 2、3センチ下、ちょうど2、3本分ぐらいの指下ぐらいの位置に丹田というツボがあります。これが寝つけが悪い時っていうのは自律神経の中の交感神経という神経が優位に働いています。ここが高まってしまうから今日は興奮してるんですね。興奮したりイライラしてしまう、でそんな時に、興奮してるので寝れなくなる、いざ夜眠たい、寝ないといけないという時に寝れない。でここを抑えていくことで副交感神経を優位にさしていく。それを気持ちを抑えたい時に使っていくのはこの丹田というところのツボを刺激するんですね。でこのやり方というのはまずあぐらをかいてください。このあぐらをかいてちょっとこういう状態を作ります。両手をこの丹田おへその 2,3 センチ下の位置に当てるんですけども、男性の場合は左手を下にして反対の手を上にして押さえる。で女性の場合は右手を下にして左手を上にして押さえる。私の場合は左手を下にしてやっていくので、見られてる方はそれに合わせてやっていてください。で押さえるのももうギュッと押さえたりとかせずにゆっくりね、ほんと添えるような程度でやっていきますよ。そしたらもうほんとリラックスしながらこの両手を押さえてるところ、この丹田に精神を集中させてゆっくり深く深呼吸をやっていきます。10回やっていきます。一緒にやっていきましょう。はい、12345678910。OK です。今ね、実際こうやってやっただけでも結構ね眠たくなってくるんですよ。本当にめちゃめちゃリラックスできてるんですよこれ伝わりますかね。いや魔法使ってるとかじゃないんですけど、実際本当にねまじないとかじゃないんですけど、効果的に出る人はすぐ出ます。はい。でさっき言ったみたいにこれ2つねツボを紹介させてもらったんですけども、1つ目のこの足の裏のかかとの、中央のところ、こんなところの場所、膣民穴というところとおへその 2,3 センチ下の丹田というツボ、これね使い分けてあげたらいいと思います。先ほども言ったんですけども、まあ高ぶった気持ち、神経を落ち着かせたい時、眠気を誘いたい時、目が冴えてなかなか寝つけない時っていうのをかかとこれ叩いてやったり、でこれ両方20回ずつやったんですけども、そんなに変化がないわっていう状態の方だったら2セット3セットやってあげたらいいですし、で、自律神経の交感神経、イライラとかですね、興奮を抑えたい時っていうのはこの丹田、さっきの呼吸をやってあげたいんですけども、両方一気にやってあげてもいいですし、分けてやってあげたらいいですし、もう眠気が来た時点でもそのまま、また、ね、眠る体勢に入ってもらっていいんですけども、これもね応急的に使ってあげるっていうのもいいんですけども、普段からちょっと不眠が続いてるっていう方とかね、何か考え事であったりとか、夜中に何回も起きてしまうとかね、そういう方とかはもう日頃からもう寝る前でもいいですし、そのリラックスしたい時間にこういう膣民穴と丹田のこの刺激させる方法を普段からやってあげることで、そういった体の体質っていうものにもなっていきますし、先ほど言った高血圧、太りやすい肥満であったりとか、冷える、むくみとか冷えるとかね、そういう血流を改善させるお肌の荒れとかそういったものを解消させることにもつながっていくので、ぜひね、日頃から取り入れてやっていってみてください。で、早速これをやってね、すごいこういう効果があったよとか感想とかね、もう自由にコメント欄にどんどん入れていってもらいたいんですけども、またね、24時間365日それ以外のこととか当院の LINE 登録していただいたら豪華な特典付きの特典もありますので、下に概要欄に貼っつけているので、そこを通してどしどしメッセージください。はい、では今回の動画が役に立ったと思ったらいいねボタンでチャンネル登録で、常に配信を楽しみに待っててください。では今日はこの辺で終わっておきます。次回配信をお楽しみに。